どうも皆さん、こんにちは。竹そばチャンネル店長の竹中です。まいこです。先週はですね、誤って僕が YouTube の撮影した動画を全て消してしまったため、急いで撮り直して、なかなか大変な予定でした。まあ、なんとかね、撮り直しして、うん、まあ上げれたんで、よかったなと。以後、気をつけたいなと思います。今日はですね、まあ、今更聞けないグリスのことということで、まあ、グリスに関してね、ちょっと説明をしていきたいかなと思います。まあ、これからオフシーズン入りますんで、まあ、グリスというのは簡単に説明しますと、まあ、グラブ、まあ、これちょっと種類で使ったグラブなんですけど、このね、中に入っているアタッチメントグリス、ね、そうです、といった商品になります。これはですね、どんだけ丁寧にグローブを手入れしていても必ずなくなります。なぜかというと、皮にね、吸収されるからなんですね。なので昔はグリスが染みてくるとここがね、黒ずんだりとかして、まあ、見た目がちょっとっていうね、声があったんですが、別に問題ないんですよ。まあグリスなんで、元は一般的にグリスっていうのは機械の摩擦部分に使用する潤滑油のことなんですけど、まあ、グローブの場合はね、この補給部の裏側にグリスを塗ることによって皮に油分を与えるということがあります。なくてはならないものですよね。そうですね、そうです、そうです。で、やっぱりグラブはね、革製品であって、やっぱり屋外でね、使うのを想定してます。で、衝撃を受けてダメージが大きいため、もうここにね、あらかじめ捕獲、皮を保つために、捕獲、保つ皮ですね、捕獲のためにこの中に入れておく必要があります。ここですね。たまに、ね、新品でもたまにやっぱ湯もみとかしてると分かるんですけど、開けるとね、少ないやつもあるんで、まあ、そういう時は、片付けの時はちゃんとチェックして、ちゃんと入ってるかとか偏ってないかとかは必ずチェックするようにしてます。で、そのグリスは、補充できます。一応うちでは1500円でプラスでかなでやってまして、まあ、グリスというのはね、まあ、今別で取ってるんですけど、こういったもの、これをドライヤーで溶かして中に入れてます。なんで、まあ、粘着性を高めるんですね。こことここがピタッとひっついてないとすごい違和感があるんですよ。ここがフィット感が全然なくなります、手の。ということは、手とそのグラブの一体感がない状態になってしまうってことですか？そう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 。なので定期的に入れてほしいと思います。あとですね、やっぱグリスを入れておくとグラブをね、内側からケアする形ともなるので、ただ接着剤じゃなくて、さっきも言ったように捕獲の意味がありますので、グローブの耐久性をも上げてくれますので、まあ、1年に1回ぐらいは入れた方がいいかなと僕は思います。で、グリス変える時は当然ここ開きますので、ちょっとここの紐の通し直しか、新しい紐を使うかで、プラス料金が発生するかどうか。グリス入れるだけで1500円ですけど、かかります。あと、竹中スポーツでは、全替え、全紐交換していただくと、僕はもう無料でグリスはチェックしてます。うん、どうしてもね、中に古いグリスがあるとね、本当に土ほこりとか土とかの皮が溜まってて、めっちゃ汚いんで、取って、新しいのを入れてあげると。今は粘着性高いのが多いですかね。うん、まあ、水野のやつをうちは使ってますけど、割とピタッとくっついてくれて、で、染み込みづらい、このこっちに浮き出づらい形、うん、昔はね、わざとこうドライでビューってやって染み込まして、ここをしっかりさせるっていうのもやりますけど、最近はあまりやらないですね。で、グリスを触ると、多分自分でグリスも単体でもたまに触れる方見えるんですけど、手ベタベタになると思うんですけど、これは石鹸で落ちないんですよ。本当にこう粘着性すごいんで、これ触った後とかすごくベチャベチャで、ティッシュで拭いたらもう最悪ですね。手にティッシュつくみたいな感じになっちゃうんですけど、その時に僕が使ってるのはこちらですね。ホームセンターで売ってます、千住観音。これね、特殊なやつで、手を濡らす前に塗るんですよ。で、手をバーって乾燥した状態でやって、グリスをしっかり落として流すと簡単に落ちます。これはね、水野の、修理のセミナーやった時に水野さんに教えてもらって、これちょっとうちでは売ってないんですけど、ホームセンターでも売ってますんで、もし自分でやられる際はグリスはこれで落ちる。これちょっと大きいんです。小さいやつもあると思うんですけどね、まあ、ちょっと
ご用意ねして自分でグリスを入れる方がいいかもしれないですね。まあでもここのね投資から変えるとね、うん、紐のかあのグローブの形全然変わるんで、あのまあ僕らプロに任せてもらった方が安心だと思います、うん、ですのでこれからのオフシーズンに向けて、まあ、グリス交換は、まあ、おすすめして、まあ、冬には絶対やっといた方がいいかな。これから ね春夏と絶対消耗するので、まあ、ケアも含めて、まあ、体のケアも大切ですけど、うん、まあ、グローブを内側からケアっていうのも大切だと思うので、まあ、ちょっとお預かり、まあ、4,5 日ぐらいちょっとお預かり状況次第で変わってくるんですけど、お預かりになりますので、まあ、そういったねケアの方法も知っておいてください。今日はですねグリスについてお話しさせていただきました。この後ねちょっとだけおまけコーナーもありますので、よかったら最後まで見てみてください。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。おまけ。はい、久々のおまけコーナーなってます。あの先日ですね、僕があのプロステータスの196型を、まあ、エアジョーダン1リスペクトモデルなんですけど、あれを送ったお客様から大変嬉しい DM をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、あえてね片付けしたもの、まあ店頭の場合はですねお客様の反応が直接見れるんであれなんですけど、まあ通販とかねそういった DM でいただいた注文はなかなかそのお客さんの声をね直に聞けないので、ああいったね DM とかあのインスタに載せていただけるとすごい、あ、ちゃんとあったんだなと思って安心して、ね、とても嬉しいですなのであのありがたいですね、そういうレビューと、はい、レビューではね、そういう感想をつぶやいていただけるのは、はい、悪いものは悪いで受けれますし、いいことも悪いことも、まあ、お客様の声として、まあ、あの聞かせていただければまた私たちもね、そうですね、になるので絶えずね、はい、進化していきたいので、はい、そういった声は大変ありがたかったです、はい、なのでまたね、こういった要望ありましたら全然あのお受けできますので、我こそはという方はね、うん、ぜひぜひあの応募じゃないな、なんていうの、あ、そうね、お問い合わせをしていただけたらまた僕らスタッフ頑張って片付けさせていただきます。またお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。